どうも、おまっとさんでした。ヘアチロです。はい。というわけで、今日ですね、ライオンズにとって、非常に、ショッキングなニュースが、飛び込んできてしまいました。ちょっとヤフーニュースの方の、記事を読ませていただきます。西武に痛すぎる離脱。中継ぎの柱、森脇良介が出場登録抹消。右上腕動脈閉塞症。全治は未定。で、この動脈閉塞症っていうのを調べると、まあ、こういった概要が出てくるんですけども、心臓にできた血栓や、動脈硬化などにより、動脈が急激に詰まってしまう疾患のこと、詰まった部分から先の組織には血液が届かなくなるため、下肢や、まあ、足ですね、肝臓や腎臓、小腸、大腸など、腹部の内臓の機能低下を引き起こす。で、そして、症状にはこういう風に書いてますね。閉塞が起きた動脈により、症状が現れる部位は異なるが、主に腕や足に出ることが多い。四股の動脈の詰まりによってもたらされる症状には、5つの主張があり、激しい痛み、脈が触れなくなる、冷たく、蒼白の状態、知覚が鈍くなる、麻痺して動かなくなることが挙げられる。いずれも血流が途絶えることによるもので、関節が固まったり麻痺したりしていると閉塞から時間が経っていることが考えられ、切断の危険性が高い。皮膚が紫色に変色することもある。最悪の場合は救命のために手や足の切断を余儀なくされる。また脳へつながる血管が結ばれれば脳梗塞などの重篤な状態を引き起こす可能性もある。急速な治療を要すると。まあ、だからこうやったそのねえ見ていくと、結構その重い病気というか症状なんだなっていう風にね思いますよね。で、どの状態でこの森脇がね症状に気づき、で今ね治療を受けているのかちょっと分かりませんけども、ただただ心配になりますよね。こういうのを見てしまうと、自分は本当医学に詳しくないもので、まあもし本当僕はわかりますよ、その症状わかりますよとかいうね方がいらっしゃったら、ぜひコメントをいただきたいところなんですよね。もう何でもないなら何でもないでいいじゃないですか。それで安心するじゃないですか。なんか安心できる材料が欲しいんですよね。まあでも結構長引きそうなね病気なのかなっていう気もします。まあなのでもう本当森脇にはね焦らず、もう完治した状態で戻ってきていただきたい。ただの怪我じゃないじゃないですか。これに関しては。もうライオンズファンとして、なんか、ただこう戦力的にどうしようとか、言う前に、もう一プロ野球ファンとして、元気な姿で、マウンドに戻ってきてほしい。うん。そう願うばかりですわ。はい。さあ、というわけで、明日からは、ファイターズと、ぶつかるわけですけども、ファイターズは現在5位。ライオンズは6位。ゲーム差は 1.5 です。1.5 もうちょいなのよ。この3連戦でひっくり返せるから頑張りましょうね。森脇のね後ろ姿を見てきた水上がね、この前に1軍に上がったばっかだ、頑張れ。そして大曲もね1軍に上がったばっかだ、頑張ろうぜ。ブルペン陣を奮起する時だ今こそ。ああ、そして打撃陣も明日、噂はだがもう知らん、打ちまくってくれ。そしてこの3連戦でファイターズを最下位に引きずり落とすのだ。いいか。というわけで、今回の動画はこれで締めさせていただきます。チャンネル登録、高評価ボタン、コメントもお待ちしております。インスタ、ツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。それではまた明日生配信でお会いしましょう。さよなら、ライオン。I take to the ball game. チケットは取ってるんだ。 I take to the ball game. 君が勝利の女神さ。